2017年 FE ジュニアカルト総代統一戦試合の優勝を目指して4番手、こちらは去年 FE ジュニアで APG 優勝している村本隼人。全日本カープ選手権日清シリーズ開幕戦 AS125 決勝スタートしました。一列スタートで竹山豊美さんから持っていって2番手ですが3番手から4番手動いてくるから引退が当たってくる選手もいる。高い日だ高い日だ、レイトブレイクでなんでしょうか。4月4日で現在4番手、この後ろ電車の上なんで上がってきているような感じもあるのか。高い日だが現在のところ4番手、先頭は竹山豊美2番手引くだ、そして川場吉本3番手になっています。それと4番手に上がってきたのがこれが石鹸番号88番と黒川いいところつけている。その後ろシュワッツのヘルメット高い人だ、さらに後ろが12番号宮本ハムと山口太陽も折り返している。さあどうでしょう、予選レースは大波乱連発でしたが先頭は竹本悠樹。さあ2年連続去年の SP3 ぐらいの優勝へどうもちょっと目が当たっている23番の竹本悠樹。さあベテランの軸が追っています。2013年からこの FP120 のフルマラソンになっているベテランの軸がこちらも初出場大波優勝のチャンスで巡っています。3番手は河村吉野さん、4番手が黒川フィギュア、予選でも結構スピードを見せておりました広丸ヘルメット黒川フィギュアが4番手、そして坂井さんの懐を飛び越えていったのがこれまで宮本隼人が上がってきました。さあ宮本隼人よちょっと順位落としたんですが乗り換えてその後ろに小川が落ちてきています。小川のチャンスさあインコースを狙っている。坂井さんのところになってきました小川涼介、さらには11番の坂井仁、そして先手で安藤もまた追ってきました。安藤も予選で10番手とかトップに立った方は毎日クラッシュしてしまってしまった安藤がまた追い上げています。先頭は竹田という気、いや2年連続いやこれ優勝となるんじゃないでしょうか。ちょっとリードを取りました竹田という気。優勝の追加となっちゃうだ2番手追加は菊田悟る、3番手になっている川島さん、そして4番手が黒川、5番手になっている宮本隼人。さあゆずキングが賞金勝負2年連続琵琶湖大会優勝へリードを取りつつあります。2番手菊田、3番手に加納、4番手になって黒川、そして宮本、さらには坂井瀬奈、そして安藤を追ってきた、安藤を追ってきました、またも追い上げています。安藤も、いやーものすごい追い上げ、予選でもトップに立ったかと思いきやまさかのクラッシュですが安藤がまたも追っている。先頭は竹本悠樹、そして2番手菊田、いやー安藤は表情ない内藤でしょうか。2番手菊田トップ取るから変わりません。川上選手3番手、黒川、5番手に宮本、6番手になっている坂井瀬奈、坂井の後ろから安藤が猛烈追い上げてきました。予選同様安藤が追い上げています。そのところものすごいやはり難しいポジション、安藤が坂井瀬奈の後ろから猛烈と予選同様の追い上げをする。安藤が後ろから続いているのは大木から、さらに続いている11番の坂井仁、さらに28番行ってどうでしょうか。いやーすごいですね、安藤がまた追い上げています。さあ2年連続開幕戦の優勝へ竹山、2年連続宮古大会優勝へ竹山、そしてベテランの筑波2013年から続いてなんと初挑戦が増えている。3番手が川原さん、4番手黒川、5番手宮本、6番手に坂井さんの後ろ安藤がともうゲット追い上げています。これは来るんじゃないでしょうか。インコースが頑張っています坂井さん、まだまだ、まあ、予選との波乱もありません。予選は大波乱連発だったんですが、安藤でしょ、大木から坂井仁、さらに後ろに立っている加藤大人も追い上げてきました。そして野瀬、小川、浦部、富田、北野、池野、山口、向こう半の順渡辺の太陽が後半になっています。さあこれは竹本悠樹、安藤が1本に入った、安藤も上がってきまして6番手安藤、7番手に坂井瀬奈、安藤がまたもう1本上がっています。しかし竹本悠樹、去年この琵琶湖で全日本の勝ち方を知りました。竹本悠樹は三者シングルアイド、そして悲願の表彰の家キックパーソンプル、2013年から SP2 のずっと三振引き継ぎです。初表彰台のチャンスは現在2番手、川端吉本3番手、トップ3は動きません。黒川4番手、そして昨年まで FC ジュニアで頑張っていた宮本隼人5番手、そして安藤は
体勢、竹本の動き、そして南は切った。6番手に上がってきています。
ヤング大会優勝へ、昨年も同じような指示を打ち続けます。見ました、竹本優希、そして2番手が菊田、3番手が太郎、4番手黒川、おっとここで高井と競っているのが宮本頑張っている。宮本昨年までは高井優希捉えた、そして安藤も出てるし、高井優希、安藤が前だ、安藤がここは全体を取られ5番手に上がってきました。安藤からのそれ以上高井優希に高井優希になっている。予選で悔しい思いをした加藤が上がってきています。あと10周となりました。ついに来たか、竹本優希先頭独走態勢、2番手が菊田、3番手加納、4番手に黒川が追っています。その後ろ5番手が安藤加納、6番手に加藤太斗を選んだ、これ順位が高い人し、そして加藤太斗、さらに宮本隼人、そして大津川、浦部、野瀬、富田、山口、小川、向田、北野、酒井、池田の順番、あと10周です。去年と全く同じようなレース展開、去年は全日本 FP クルーで独走力で年間で全日本初優勝を成し遂げた竹本優希さんですが、FM125 にステップアップして堂々の独走態勢、予選は超大波乱のレース、見事にミスなく堂々1着を取って決勝が一度も譲らないレース展開。そして菊田も初表彰台のチャンス、ここは2位欲しいところ、菊田ファンドル、3番手が加納吉野さん、さあ加納が菊田に迫っている、ルガンバ加納吉野さんが菊田ファンドルに迫っています。2番手が菊田、3番手が加納、黒川4番手、あっと、今日ポイント取れるのは9位まで、今日ポイント取れるのは9位まで、大泉からまでがポイントになります。このまま行けば大泉からまでがポイントになります。いやー、竹本伊吹独走態勢、いやー、予選は超大波乱だったんですが、決勝はトップ3全く変わらない展開となっています。4番手に黒川が上がってきて、安藤が5番手になって、6番手が酒井、7番手宮本、加藤8番手、9番手野瀬、10番手浦部、大三川、富田、山口、向畑、小川、北野、酒井、池本、全員走る。予選はもうリタイアめちゃめちゃ多くだったんですが、予選6台リタイアだったんですが、決勝レースは全車走っています。あと8周回です。いやー、これは現実のまでもなりそうな展開、竹本優希、もう正真正銘の優希と言っていいような走りっぷりを見せています。そしてベテランの菊田、さあこれは思い切ってまして初表彰台のチャンス、菊田ファトル後ろから加納吉野様、この FM125 に上がっていきなりの表彰台となりそうな展開、黒川を打ち出し4番手が黒川、現在のファーストプラップは20番の加藤大斗、20番の加藤大斗がファーストプラップ、やはりスピードを持っている、予選とのクラッシュが痛かった加藤大斗なんですが、現在ファーストプラップでは8番手、9番手もジャンプ上に来ました、浦部和久、いや予選レースは大波乱だったんですが、決勝は全員走っています。おお、アクションなかったんじゃないでしょうかね。オミカは復活を果たしますが、オミカ復活です。さあこれはユズキング、正真正銘のトップ10前、あと7周回、2番手がピクタです。ピクタ2番手、ピクタ初表彰台、なんとしてもピクタ初表彰台、なんとしても2番手、2013年から参戦してきたピクタ、ここはなんとしても表彰台、全日本の舞台で立ちたいところ、菊田さんの2番手、3番手、加納吉野さん、さあ加納が菊田に迫っていた、どなんだ、ちょっと上げてるような選手が見つけたんでしょうか、加納が迫っている、昨年、前週、2時間、FM125、準優勝でした、加納吉野さん、レベルの菊田に迫っています、4番手、黒川、5番手、安藤、6番手に酒井、7番手に山本、8番手加藤大斗、ファーストストラップの加藤大斗が8番手に、ここで補正するとするんだったら予選の引き足にして加藤大斗、10番
スタートが15番手、終わりから16番手、酒井、池田の順番で赤マッシュ独走態勢、竹本由美、そして2番手菊田、菊田もこのまま行けば表彰台取れる展開、そして金丸島の3番手、金丸もここはきっちり表彰台取りたいところ、クロッカーが迫っている、金丸の後ろはクロッカーが迫っています。さあ雨がここでどんどん強くなってきている。さあここは2着欲しい菊田、カバーも表彰台欲しい、後ろから黒川が迫っている。さあどうか、かなり増えてきた水の量、竹本由美あと40回、竹本先頭で慎重なドライブ、2番手に菊田、3番手カバー、4番手になっている黒川、安定5番手、6番手が酒井、7番手宮本、8番手神田真理、そして山口太陽が追って9番手、その後35番手、飛田、百瀬、向こう半田、小川13番手、北口4番手、2番目が15番手、先頭いった展開でしょうか、酒井世代と大見川、さあ、トップ3は結局今のところ回って、ギリギリ、アウトサイドギリギリ、さあ、どうしようか。さあここで黒川迫ってきた、黒川迫ってきました、ちょっとしどくなってるでしょうか、肩を踏んだりとこ、肩を踏んだりとこ、ずっとこのまま3番手を上がってきたんで、ここは絶対3番手が欲しい、肩の後ろが絶対踏ん張っています。4番手がアンカー迫ってきている、アンカー迫ってあと30回、さあユズキング、なんとしても長い、ピクタがちょっと迫っているような感じ、ピクタ、レジェンドピクタが、竹本由美と2番手